この秋一番の冷え込みとなった今朝、気仙沼市では気嵐が見られました。今朝の気温は 4.5 度とこの秋一番の冷え込みとなった気仙沼市。漁港は朝日が昇るにつれて気嵐に覆われました。気嵐は海水面と空気の温度差が大きい時に水面から霧が立ち上る自然現象です。気仙沼市では気嵐を観光資源として PR していて、今朝はプロジェクトのメンバーが撮影していました。船が見えなくなるくらいまで出ますので、今シーズンちょうどこれから11月にかけては大きな気嵐を見ることができると思います。今朝の県内は寒気と放射冷却により気温が下がり、日川で 1.4 度、仙台で 7.9 度など11地点で今季最低となりました。